この公共発行というのは民事のやつはまあ昔分かったんで、まあ、これは相当あの古くからまあ言われてたってことなんですね。16世紀の頃にはもう言われとったと。ただまあ、あの戦前の日本のになるとまだ若干仕事って、この和光というのは日本人が海外に融資した日本人の伝統だなんてこともまあ言われとったわけですけども、で戦後に入ると、日本人の侵略行為だと言われとったわけですけども、基本的には前期と後期に分けて、そのはもう昔から言われていることであって、あの前期は日本人による海賊行為であって、後期は民事の商業であると。だ全部和光というのは、あの質的に単一のものではなくて、はっきり言うと、あの質的にはっきり言う違うものであると。質的さえつものがあるという、そういうふうにまあ見られてたんですね。これがまあ基本的に、非常に分かりやすい和光に関する研究なんですけども、まあ、それがですね、1980年代、ちょっとあの話は変わってくるんですよね。1980年代入ってきて、中世では、あの中世史研究では田中、あのこの田中武雄東大資料編纂所の教授を中心にしたあの対外関係史、まあ、これが、非常に流盛して、この田中武雄から、村井庄介で、あの村井庄介先生があの石井進先生の後を継いで、あの東大の教授に、東大の主任教授になったことで、まあ、学会の方向性が、この対外関係史というのは非常に強く打ち出されてくると。そういう中で、こうに対する見方も変わっていったわけです。あの特にあの1987年に田中武雄先生が、あの前期和光と呼ばれてたあの和光に、高麗、朝鮮王朝の人々があのかなり入っていると。一応、実録、まあ、その頃 の, あの朝鮮王朝実録には、あの実はあの頃の和光、13世紀、14世紀末の和光は、実はあのほとんどは朝鮮人だったというふうな記述もあって、こうイコール、実は朝鮮人が主体じゃないのかという議論が、例えばあの、村井庄介さんと並んで、この頃、対外関係史をリードしてた名古屋大学の高橋公明先生も、あの最終党の人らが和光として見なされているケースは結構あると。そういう和光というのが、まあ、あの日本人だというふうに見てきたのがあのそもそも間違いじゃないのかという議論が80年代で出てくるわけです。それに対する見直し、やっぱり日本人中心やったんやでと、いう議論もまあ出てくるわけですけども、そういう形で、まあ、あの21世紀の春頃までに、まあ、まずドーンとはこうあのそういう国境的なものを話して考える、それに対してやっぱりそれはおかしいねのという議論になってくる。でさらに20世紀、ま、あの末90年代後半になってくると、あの海洋史観というのも出てきますからね。まあ、あの川勝平太先生とかのあれですね、あの海洋史観、つまり海からなんだか、海っていうのは人々を隔てるもんであると考えられてるんだけども、海っていうのは違う人、あの人々と結びつけるもんであると。それがまあ、あの、現在の形のこの海域アジア史、アジア地域ではなくてアジア海域、海域アジアという視点でまあ見ていく、まあ、特に東南アジアの方、大阪大学なんかがこういったことを随分あの積極的に展開していますけども、あの海域アジア史研究というそういう方向性にまあ移動していく。まあその中では、まあ、和光というのはあのこの和光的状況という言葉も出てくるわけです。和光的状況と、これはあの国境から離れた国の歴史とも相対化するそういうものとして和光というものが捉えられているいうあたりが、まあ、あの現在のところの研究段階かなと。まあ、しばらくちょっと和光研究から離れて、あのあれなんで現在ではどうなってるのかっていうのはあんまり抑えきれてないんですけども、こういうふうな形で、まあ、和光というのは捉えられておると。これの背景として室町、日本史側からすると室町幕府というのがものすごく緩い、まあ、特に足利義持に、典型的なんですけども、和光の禁圧を要求されたときの、まあ、吉本の返事は振るっていて、知らんがなと、勝手にあの、殺した方は勝手に殺せやというふうに返事したという話があって、まあ、これあの、いわゆる和光的な状況を作り出したものであると、室町幕府に許さというのが、まあ、和光的状況を作り出したものであると、そういうふうにまあ考えられてもいるわけですよね。で、まあ、そういったあの和光の話をするときに、一つ押さえておかなきゃならないのは、この言葉です。解禁。この言葉の省略形で、
ちょっと読みにくいですが、下界通番の金。下界通は海に降りる。で、番、これあの外国人ですね。外国人と通ずることを禁する。これとこれを組み合わせて解禁という言葉。これですと言ったら、現在我々が鎖国と呼んでいるもの、江戸時代の鎖国ですね。これについては現在ではこういうふうにあの学会では言われるケースが多いです。要するに鎖国を言ったらものすごくあの独立的なものに感じるけども、実はいわゆる解禁秩序だ。あのこれ難しいんですけども、あの解禁秩序、あるいは日本型解禁秩序もそうですけども、あのいわゆる我々は鎖国と呼んでいた江戸時代のあの動きというのは国を完全に閉ざしているかといったらそうではない。要するに国家による公益の統制であると。国家による公益の統制であるというふうにまあ考えられているわけです。その解禁の前提にして、この解禁がある以上はあの自由な公益できない。無理に、公益をしようとするものは海賊行為と、海賊とみなされて弾圧されると。勝手な公益ね。国家が認める範囲での公益というのはありだが、あの国家が認めない公益というのはなしと。そういったものは海賊というふうに見なされ、この一つの、パターンが倭寇。逆に言うたら、倭寇というのはこの解禁がなければ倭寇ってならないんですよね。という話、あの特に後期倭寇の場合は。まあ、前期倭寇の場合は、ちょっと話は、変わってきますけども、まあこれも解禁と対応して出てくる側面はやっぱりあるんであって、基本的にはやっぱりあのただ単に、いわゆる暴力行為、だけではなかったというふうにまあ見なされたわけです。これはあの、実際に朝鮮王朝による倭寇対特定政策というのはこの辺をきっちり見抜いていて、その倭寇に対する、対応をいろいろとやっておるんですね。そういった側面を考える必要あるだろうと。その倭寇なんですけど、この言葉はどこが朝鮮語なんですか、はい、中国語なんですか。中国ですね。中国の言葉なんですか。これね、あのいや中国および朝鮮、どちらが早いかちょっとわからないですけども、民実録にも、それからあの高麗史にも出てきます。一番最初は多分あの高麗史の1234年は金州を攻すじゃないですかね。一番最初が1234年やってます。あの高麗ですね。で、これはもう明らかにこうですよね。は金州を攻すと。つまり、我が金州を、これあの侵略するよ、我が金諸侯する。だから最初の頃はだからこの倭寇という政府ではなくて、和〇〇を攻すという。基本的にはあの最初の倭寇というのはこういうことなんですよ。こういう形は基本的に我が〇〇を動詞なんですよね。あのいわゆる政府としての倭寇ではないと。あの14世紀に入ってくると、和〇〇を攻すという形だけじゃなくて、和光丸々にやってくるみたいな感じになってきて、さらに進むと、例えばあのこうなってくると清州の和光と、これあの後期和光の例なんですけども、あのこうまで行っちゃうとはっきり言ってあの中国の清州の和光であるというふうな感じになってしまって、完璧にこれもあの、やつらも分かってるやんと、うっとこうやと分かっとるやんというそういう話なんですね。一番倭寇という形がはっきり出てくるのはこれかな。やっぱりあの1350年 の, あの高麗史に、こういうふうに書いてあるシーンあるんですね。倭寇の神これより始む。こうなるともうこれ明らかに我が寇じゃなくて倭寇という一つの言葉になってきますね。 これがあの1350年なんで、1350年あの江戸が鹿の江戸らなんで、高院以来の倭寇というふうにまあ言われてるわけです。実際はそれ以前から和〇〇をコースという形、まあ、和光という言葉もちょろちょろ1年間に1回ぐらい出てくるんですけどね。あのこの1350年以降急激に増えていって、まあ、最盛期は1370年代頃、この頃になるともう毎年 の, あの70回60回とか70回とかそういうレベルになってくるんですね。この和光というのは、中国が元から明に変わりますよね。どこかで元というのは割とオープンやったんでしょ、貿易。ただ日本に関して言うと、意外とね、あの14世紀になると結構あの、あ、でも天竜線とあるから比較的あの元の時代の方はまだ確かにまだあれですよね。元の方が確かにあのオープンでありますよね。元は割と貿易オープンだったのが、明がその解禁で埋め上げたから倭寇が登場するという理解でいいんですか。
まあ、明における倭寇に関してはそれで特に、問題ないと思います。元の時代もいたんですか、倭寇は。一応ね、現代の後半にも倭寇というのは一応出てきはするんですよ。で、これ昔は例えば1363年とか元末期になってくると倭寇が元を襲いかかってるシーンがありますね。半大の先生の話のところで前期倭寇が朝鮮人か日本人かという話ありましたけど、朝鮮側から見ればな、日本人か朝鮮人かなんか区別できるんちゃうんですか、彼らは。それがね、彼らは和語を話し、和服を着ているけども、うん、偽りて、和となってるという記述があって、ぱっと見、和と思うんだけども、和語を着、うん、和語を話して和服を着て、偽りて和となっていると。ただ、どうも、水尺とか、祭人と言われた当時の、先民たちが入っているという報告があって、ただ要するに結局これを文字通り信じてええんかどうかっつうあたりで議論ですよね。結構長いことをやってると、もう300年ぐらいですか、200年ぐらいあるわけですかね。まあ波がありますけどね、だいたい朝鮮半島に一番立ち去ったのは14世紀の後半になりますね。それから16世紀の初め頃に三方の乱とかそういったものがあって、若干、そういういろんな問題が起こりますけども、朝鮮半島では基本的に14世紀の後半であって、朝鮮に朝鮮建国がガタッと減ります。これが1392年なんで、この辺一つの活気があって、やっぱりこの間っつうのはやっぱり最盛期になりますよね。で、14世紀になると急に減っていくんで、その辺はちょっと波があります。で、さらに言うと、15世紀に入ってくると減る言いますけども、まあこれ義満の動きもあるんで、それで減っていくともあるんですけども、義持の頃になるとまた当然増え出してきたりして、民激起こうということも、まああります。増えてる言ってもね、そんな、田中武雄先生のこの和光という本に、この表が全部あるんですけども、実際こうパッと見ると、合計して、まあ69年からいきますと、8333112122というふうに、ずっと一桁で、ずっと推移してるんですね。多くても、7ぐらいで、別に義持の頃になって急に増えるか言ったら実は増えてない。2とか1とか。うん、で、義則の時にも3とか1とか4とか2とか1とか。1166年以降、急速に記録がなくなっていくこともあって、この辺りはズコーンと間が抜けて、16世紀に入ると、ピークが、1555年の101回、54年が91回、この辺りが一番、厳しい頃ですかね。だから、51年に2、52年に13、53年に64、54年91、55年に101。で、56に68、で、25、32、56っていうふうに、急速に1563年以降、パタッとなくなっちゃうね。基本的に言うと、ものすごく山があります。まあ、先ほど出てきた、この光陰以来の倭寇。まあ、先ほど言いました、倭寇の神、この年より始まる。これですよね。光来神に出てくる言葉です。光来神の、中帝王実録という、中帝王という王様。これが、1350年の2月上です。実はこの1350年というのは日本で言うたら官能の上乱の真っ最中ですよね。だから日本も、乱れている。で、この中帝王というのは陽君で、この頃は高麗王朝も、小さい子供が続いて、それ以前の中慶王というこの前の、こいつの親父の中慶王というのがもうむちゃくちゃで、惑星貿易の限りを尽くして、ついに元に怒られて、元から呼び出し食らって元に向かう途中に死んじゃったと。で、その子供たちは継ぐんだけども、それが連続して子供たちが継いでるうちにどんどんどん国は乱れていったというふうにまあ言われとって、見るに見かねて、別の系統の王を立てちゃうという、そういうことがあって、この1350年頃から急速に、増えていくと。回数も今試みに表を見ますと、朝鮮王朝の
1350年から50年に6回記録されています。で、4回、7回、1回、2回、4、6、4、5とか言って増えていくわけです。で、あの一番多くなると29とかになるんですけども、これ言われてるんですが、例えば実際に、あ、もう一つ言うとこと、このこれの大きなポイントっていうのは、これ以降倭寇の秦これより始まるで、この頃から倭寇の中に馬が出てくるんですよ。騎馬軍団が、騎馬軍団っていうのが一つ考古研究で非常に大きなポイントになってきたのは、馬って輸送が難しいんですよね。これだから、そんな対馬に、そもそも対馬にそんな大規模な騎馬軍団がおるような、そんな条件ってあるのかと。ないやろと。対馬にそんな大規模な騎馬軍団って多分、いや平野も少ないから無理やろと。実はこの頃の高麗の倭寇が朝鮮主体であったという議論の一つには、この馬の存在あるんですよ。対馬から馬でやってく、馬を持ってくるのってかなり難しい。限界などを超えるの難しい。かなりの、もし、超えるとするならば、かなりの航海技術とか、でかい船と、それからかなりの人間集団が、ね、で、それが数千機レベルで突っ込んでくるわけですよね。そしたら、相当大規模な集団であると。それを一つ、理解しやすいのは、例えば最終、高橋公明先生の議論であるこの最終島説。最終島っていうのは馬の産地なんですよ。だからこの最終島から馬でやってきたと考えたら非常に筋が通ると、いう議論があるわけです。ただこれに関して韓国の東大で留学していたリリョーさん、イーヨンさんが倭寇と日来関係史という本、まあブログにも上げてますけども、倭寇と日来関係史の本の中でそれまでのこの朝鮮王朝説に対して違う考え方ですね。それがこの小児子の関与。観音の上覧でも小児子っていうのは一つの主役になりますね。観音の上覧の九州では戦う冬型に属して、戦いますね、小児子は。だからこういう、もともと戦う冬型というそういうイメージがあったために、小児子は九州短大の今川良春とかと対立するわけです。だから例えば小児冬介という人間は今川良春に暗殺されるということも起こしてますし、小児子というのは基本的には室町幕府の中ではどっちか言ったら反体制といいますか、室町幕府とは対立しがちであると。だからこいつらやったら確かに数千レベルの騎馬軍団で突っ込んでいくっていうのは十分考えられるんですよね。もう一つ言うと何十回と記録されている場合って、ものすごい近い時期にこうボーン、ここで、次にここで、ここで、ここで、ここでというふうに、こういうふうに記録されてるわけです。何日にはここ、数日後に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 ここと。で、これを全部バラバラに数えると、なんか日本から伸びつまくなしに倭寇がこう、ドゥワーッと来てるようなイメージになるんですけども、そのイメージがおかしいんじゃないかと。要するに、こういうことじゃないかと。要するに極めて近い時期に近いところに一戦線出てくるって言ったら、それはこう波状的にドーッと来なくって、ここを来て次こう来て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 、それは対馬から波状的にいっぱい人間がこうドン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 と来るとか、それはおかしいわけであって、こういうふうに考えるべきじゃないかというふうに言ったって、まあこれは確かに言われてみりゃちょっと頭冷やして考えりゃそれはそうなんですよね。うん、ということで、私は個人的には小児子関係に関しては納得できる。これ実は書評の方では結構この辺が辛くて、倭寇を禁圧する側だった小児子がなんで突然倭寇になるんだと言いますけども、まあそもそも倭寇というのが相手側から見た、あれなんで、例えば小児子が兵糧の調達に困って朝鮮半島に略奪にしに行こうかとなったら、こいつら今は倭寇と記録されちゃうわけだって、これ倭寇というのは実際問題としては結局レッテルですからね。俺が倭寇だってやつはいない、こうだってやつはいないわけです。この辺を考える必要があるかなというふうには思っております。馬軍団出てきましたね、騎馬軍団。これは朝鮮半島で騎馬軍団が暴れ回ってるんですか、はい、そうです。だから倭寇の中に騎馬武将を連ねたやつらがおると。
14世紀の末頃に目指すんですね、これ。で、騎馬武者の場合ね、戦って、はい、で、馬ごと船に一回戻って、また上陸してきて戦うというのは、一回一回船に戻るんですか？記録ではよくわかりません。あの、結局は、うん、そこに攻めてきた。騎馬武者軍団を撃って、その中にすごいやつがおって、どうたらこうたって話が出てこないんで、で結局、基本的には、例えば、このイソンゲが戦った、あの、秋伐という人間のイメージは強いと思うんですけども、これも、秋伐じゃなくて、秋伐というふうに言われている、こう呼ばれていた日本、あの、和光の若武者、まだ10代後半で、その騎馬武者に乗って、こいつの指揮するのはめちゃめちゃ強いというふうな、そういう感じは取れてないんですよ。で、イソンゲが弓矢で秋伐を打ち抜いて勝利を収めたというふうな感じで、だからその和光、その馬に乗ったやつらがどういう動きをしてるのかっていうのは実はあんまりわからない。だから、うん、まあ一回一回こう考えられるのは、一回一回船でこう来て、でもっぺん船に戻ってというよりは、どっちかやったらこういうふうに攻めていったと考えた方が話は早いかなと私は思うんですけども、その辺はちょっと実際のところわからないです。この頃の、商人はいろんな、和光に関しても、入間もいろいろな説あると思うんですけど、例えば、商人氏が、まあ、関与していたとして、そこに朝鮮人も多分ある程度入ってるんじゃないかみたいな話をさっき聞いたような気がするんですけど、それはやっぱり何て言いますかね、商人氏が何かそういう手下みたいな軍団を持ってたのか、それともなんか、現地の、部族みたいなのと芸をしていたのかみたいなのがあるんですけど、割と恒常的な朝鮮人の関与は見られるんですよね。これもね、資料の扱い方によって議論ちょっと難しいところなんですよ。例えばその和人は、まあ、前朝の末に和光を興行すると、ただ和人は一二に過ぎずという、そういう記載もありましてね、これが一つの根拠になってるんですわ。和人一人に過ぎずと。ただこの和人一人に過ぎずというその、資料についての信憑性があって、これを報告している朝鮮王朝の王族の人間、これ 王族なんですけども、彼は海軍関係というかそれの責任者なんで、戦果とかそういうところの課題に報告する傾向が他のものでもあって、事態を大げさに、まあ、だから結局これは要するに治安の問題であるというふうに主張したくて、本当のことを言ってるかどうかというのがちょっと議論になってて、この辺の信憑性をどう考えるのかという、まあ、お決まりのこの資料に書いてあるけども、この資料が本当なのかという、そういう話になってきてるんで、実際どの程度朝鮮の朝鮮半島の人々が参加していたかというのは、議論になってますね。例えば高橋、村井翔介、高橋公明、そのあたりの、諸先生はそういう、資料にそう書いてあるんだし、それにその和光を取られた集団が日本列島の人間だけと答えるのはちょっと狭すぎるだろうと。それに対して浜中昇先生とか、さっきの李良先生とかになってくるは、そもそもその当時の朝鮮王朝の人々にそういうふうなものに参加できるような条件がそもそもあるのかと。だからそんなものはなかったんじゃないかというふうなことを言うとはって、ちょっと難しいところなんですよね、そこのところ。結局実態はあまりわからないというところがありますんでね、そこのところちょっと難しいところです。それやったら李良さんとか浜中先生は小2説はとりあえずしてるんですけど、それ以外の村井さんとか高橋さんに関してはあまり小2説は教えない。教えてない、ね、説はどっちかだったら、いや浜中さんも小2説には批判的なんですよ。ほうほうほう。浜中昇先生も小2説に関しては批判的であって、津島とか松浦とかのそういう、武士団、宗氏とかの武士団だろうと、まあ宗氏、うん、武士団だろうというふうには言ったんですけども、小2氏そのものの関与に関しては浜中先生はどっちか言ったら批判的です。やっぱりいろいろ研究をされてるんですね。ありがとうございます。リリオさんと私ぐらいかな小2氏推しなんは。
ゃまだ定説になってるわけじゃないんですね、小二氏。ないです。定説か定説ないか言ったら、どっちかというと少数説じゃないかな。なるほど、はい。2点ほど質問があるんですけど、はい。まず、小児新説についての方なんですけれども、はい。小児が、朝鮮半島に、まあ、例えば、兵糧を、まあ、取りに行くっていう、まあ、事例を挙げてましたけど、はい。それって、朝鮮に行くっていうだけで、まず、朝鮮に行くだけの、当然、兵糧もかかる上に、じゃあ、仮に兵糧を取れたとしたって、その輸送の段階で船が沈んで、すべてパーになる危険性もあるわけじゃないですか。あります、あります。ってなってくると、なんか、それだったら今川良春とかの、足利高氏型、九州の足利高氏型の領地に侵攻なりなんなりして、兵糧を分取る方がよっぽど効率的だし合理的だと思うんですけど、そこであえてその承認説を推している場合は、そのどういった理由で承認は朝鮮半島の方までわざわざ労力をかけて行くんですかね。ね、まずそれちょっとお答えしておきますと、例えば今川領主のところに、突っ込んでいって兵糧を取るっていうのは、これまた逆に難しいですよね。つうのは、まず一つ、小児市の特殊な状況として、小児市っていうのは、まず、伝統的にどっちかというと、行政官僚的な側面が強くて、領主制的といいますか、土地に、がっつりと、直営の地が比較的少ないので、兵糧がちょっと少ないめなのと、プラス、これ結局、天秤ですよね。要するに、今川側に突っ込む。要するにいわゆる武家型に突っ込むのが楽なのか、それとも朝鮮に行く方が楽なのかという、この天秤になるんじゃないかなと思うんですよ。どちらに突っ込んでいくかということを考えての、政治が乱れ切っている朝鮮半島にこうガーッと突っ込んでいった方が話が早いかなというふうに考える可能性があるんですね。つまり勝利氏 の守護代、対馬の守護代が宗氏ですから、実は朝鮮情報って結構小児氏は詳しい可能性がある、んじゃないかなというふうに考えております。確かにそうですね。確かに宗氏は確かに小児でしたね、守護代でしたね。あ、うん、そっか。いやでも、ただこれってどうなんですかね。僕はあんまし土地とか軍政そこまでまだ分かんないんであれなんですけど、これ朝鮮半島にどれだけ倭寇として人員割いたか分かりませんけど、これそれ人員さえって大丈夫なんですかね。兵糧が少ないっていうことは、そこまで徴収できる兵力もそこまで大きくないと思うんですけど。まあその辺は結局指揮官、将に、まあこの頃やったら頼澄になりますかね。将に頼澄さんの判断次第になってくる、まあ、実際に将には直接頼澄その、自身ではなくて、その中 の一部の部隊を、差し向けているという感じですけども、いわゆる、対馬、肥前、この辺りには一応守護権を持ってますんで、対馬、肥前の中で、小2が使える分、その辺を、まあ、数百人レベル、兵糧調達、あるいはさらに言うと人員の調達ですな、人間かっさらってくると。あ、そっか、あ、確かに朝鮮半島から人員かっさらってくればいいんですね、確かに。あ、なるほど。うん、あ、確かに。これ倭寇 の人員かっさらって結構ひどくて、朝鮮王朝と足利将軍の間で随分問題になってますからね。だからそういう側面もあったんじゃないかなと。騎馬、なんか倭寇に騎馬の、まあ、武者がいたっていう手があったじゃないですか。はい。で、あれなんか僕ちょっと気になったのが、それってさっきちらっと見ると、李成桂がまあ戦った、李成桂が戦ったのは、秋伐っていうのは、秋っていうのは朝鮮、朝鮮語で和解で、伐がモンゴル語で勇士なんで、若武者ぐらい見ないですかね、これ。秋伐とのまあ戦いの印象がでかいってまあ話があったと思うんですけど、はい、それって、まあ、李氏朝鮮をまあ結局作った李成桂の活躍
をある程度まあ大きくするためになんか、いや実はあの牙を引き連れたなんかすごい強い若武者がいて、でもそれでも李成桂はそれを期待することができたんだっていう、そのなんかプロパガンダ的なちょっと持った側面っていうのはないんですか？いや、めちゃめちゃあります。そうですよね、おっしゃる通りなんですよ。ってなってくると、そのあごめんなさい、 これ以外に騎馬武者というか騎馬を使って、まあ、少量とか人員とかをぶんどってたっていう文献の記載がある程度違う資料からたくさん出れば、あ確かに騎馬使ってたんだなって分かりますけど、それこの李成桂のこの話以外に何か数点なんか、まあ、ある程度ここまで一般的だろうみたいなのあるんですか？この頃の朝鮮王朝の記録にはずらずらとそうなってるんです。ただ、まあ、この秋松が最もそういうふうに今おっしゃって、最もこう華やかに、ものすごい華やかにこう盛られてるんですけども、幕府が攻めてきて、そこにどうたら何千人ぐらいの幕府がという話はちょこ出てきます。最終段階が、その中の一つというふうに取られてるんだけども、まあ、実際にはこういうふうに、うわー攻めてきたその一つの中に秋松がおったつもりも、まあ実際にはこういうふうに来たやつの対象をしてたんで、まあ実際に朝鮮王朝実録を読んで受ける印象上に、ただ大きいかな。ただね、もう一つのポイントは、この頃に朝鮮で死んだらしい、そういう名のある武士でいないんですよ。だから本当に秋葉がいたのかどうかも分かんない。ということは、まあ和光の正体が小西かどうか一旦置いとくとして、まあ小西なのか宗氏なのかまた別なのか置いとくとして、ただ牙を使ったかどうかっていうのは、どちらかというと、ちょっと、まあ、厳しいかなっていう感じなんですかね、やっぱり。騎馬軍団自体は、この秋松という人間の存在は微妙、要するに李成桂はこういった七人を倒したというのが、ほんまかなやけども、まあ、この頃の和光がかなりの数が多いゆえに、回数も頻繁であるという、大規模化と、それから、頻度が増えてるっていうのは事実なんですね。で、その大頻発化した中で、まあ、牙を使ってた、馬を使ってたっていう、まあ、記録があるってことで大丈夫ですか？そうそう。あ、なるほど。あ、で、それは朝鮮側だけの資料ですかね。中国側から何かあったりしますか？中国はこの頃、ちょうどこの秋葉原のところに来てる頃は、ちょっとその頃になりますと、この時代ですよね。中国ではこの人の時代です。日本国王梁楷の時代です。明の皇武帝が真っ先にやはり和光問題だろうということで日本に使者を出すんですね。そしたらちょうど到達した、日本ちょうど日本国王がおって、そいつに対して和光検閲せい言うたら、ブチ切れて死者7人中5人ぶっ殺して2人を叩き出すという、乱暴を読んだ。そこで2人目が派遣されて、2人目が一生懸命言葉を潰した結果、昇進朝貢するに至ったと。日本国王梁楷は神妙と国王を争っていて、で、結局神妙によって滅ぼされちゃったよんという話なんですね。日本国王に持っていくべきこの作法師は神妙に囚われちゃって、京都に連れて行かれて、その神妙を積んだ中身を見ると、陽君で神が、国権を欲しいままにしているという、そういう記録があるんですわ。だからまあこの頃、明の方でもそういう意味では和光が問題化されていて、あくまで和光をこう潰せる勢力を選んで日本国王にしているということは分かるんですが、この頃明にやってきた和光の実態については実は分からない。取り締まりに関しては梁楷さんは OK を出していると。で、まあこの字面見たら分かりますが、これどう考えても神明を戦っていることは、どう考えてもこれは後醍醐天皇の第八王子第九王子あたりの金吉神の出るのは間違いないですね。で、この神っていうのは、足利義満という話があるんですが、これはまあどう考えても、まだこの頃、陽君言うて、ご縁言うてんのと義満同い年やから、これはどう見ても、その頃、力を握ってたこいつやろうと。で、この細川頼之
で、あの、こうなんですね。あの、日本征夷将軍、源の義満名義で、使者送っていくんですけども、国王のやつが送ってくるってどういうこっちゃ言うて、皇武帝はぶち切れちゃうと。ちょうどそういう時期です。結局、神明、これの、あのもちろん、領海を突き落としたのは今川領主ですよね。これは、あの、ちょうどこの領海が、あの、この今川領主ができて、領海が没落した頃に、あの、将に冬介さんが殺されてるんです。で、あの弟の頼澄が、あの、南朝方に、投じてるんですね。だからまあ、そういうことを考えると、あのこの頃の日本の、まあ、特に九州地域の曲がりなりに秩序を作っていた政府が崩壊して、ただ今川良春が一強にはなりきれず、焦った良春は冬介を暗殺した結果、小西全体があの良春に対する敵対勢力になって、まあ、九州の秩序が一番混沌としている時期がちょうど1370年代なんで、この文脈で朝鮮半島と明の話は理解できるかなとは思ってます。いくつかの倭寇の実例のパターンをちょっと見ていきますが、こんな倭寇もいます。赤松の利重、光助の弟です。武勇でもって知られとった男です。火吉の乱でこいつは行方をくらますんですわ。火吉の乱で光助が死んだ後、行方をくらませちゃうんです。でもちろん、室町幕府はこの行方不明だった赤松の利重を血眼で探すんですが、将軍の義勝が襲位した後、この義勝のお祝いのためにやってきた祝いと、それから義則のとお悔やみですね。義則の当時の用語ではこう言ってますけども、あの朝鮮側では義則の地裁、つまりあのお悔やみにやってきたピョン・ヒョンムンという通信士が驚くべきことを言うんですわ。まず残り時房によると、この赤松のりしげが将に乗り降りと組んで朝鮮半島に渡って倭寇になっとると。あの日本側の種類は倭寇ではないんですけども、いわゆる高麗盗人と、まあ、当時あの日本はあの朝鮮王朝のことを高麗と言っておりまして、高麗盗人、ここに、一州を、かすめとるというふうにやっていて、こんなとこにおったんかいと、そういう話がありましたね。こういうのを見るとドロップアウトして高麗に渡って、で多分あれでしょうね、彼あの結局最後は日本に帰ってきて、そこであの旗打たれちゃいますからね。赤松嬉しげも考えたんですね、日本では無理だと、ここで、再起を図るために朝鮮半島に渡って、そこでの略奪、して力を蓄えて日本に再上陸してと考えたら、まあ、再上陸して大阪まで来たところで殺されちゃったと。こういう風な、実はそのちょっと前にこの小児のりおりさんはピョン・ヒョンムンの前に来ていた、あの多分パク・セソンやと思いますが、このパク・セソンからこれも抗議があるんですよ。ここに文句持ってきたのは、あの直接的には吉典のお気に入りの大内持代さんだ。大内持代さんから、あの柿津蘭で一緒にしなはる、持代さんから乗り降りをしちゃってくれへんかと。で、なんでか言うたら、あの朝鮮王朝からうっとこに文句があって、この乗り降りが和光になっとるんで、あの大変困っておりますねん。あのとだからあの頼むからこいつ許してやってくれへんかという話があって、それを見る限りではこの人結構あの、困ると朝鮮に行ってなんか悪さしていたらしいことが、あの大内持代の言い分およびピョンヒョンムの言い分などからまあ分かるわけです。実は当時の満載受号日記にこんな言葉あるんですよね、小児とか大友とか小児大友菊池らが土一揆同心。これも考えてみるとおかしな話であって、土一揆とそういう大名たちが同心するっていうのはちょっと考えにくいんですが、これ逆に考えてるんですね。要するに土一揆っていうのはあの要するに反幕府的行為であると。だから、あの、将に菊池大友が反幕行為に及んでいると。だから、この土一揆という言葉と、それから、あの、これとか、こういったものは、あの、これが朝鮮王朝的、あるいは民的に言うと、倭寇というふうな
言われる連中になるんじゃないかなと。だから倭寇とは結局あの朝鮮王朝美民側のレテルですから、これを例えば満載が、同じものを同じようなものを見ると日本国においては土一揆、あるいはあのまでの工事時房が見ると高麗盗人、実は多分同じものを指し取るんじゃないかなと。つまり、まあ、室町幕府反幕的な行為、高麗氏なんですが、高麗氏では実はものすごくはっきりしてましてね、日本と和の違いについて、朝鮮王朝実力の場合日本ってのは全てあれなんですよ、室町幕府なんですよこれ。でそれ以外のものが和というふうに記されてるんですね、どうも。だからまあこの和光というのは逆に言うたらあの国家の統制がはめてたものに対してはっつけてるわけであって、あの和光の実態というのは、ね、何かというのは実はそんなに意味あるんかなというのが私の今のところのお考えなんですよ。和光というのは あくまで一種のレッテルであると。これあの鎌倉末期における悪党の話としてね、あの最近あの復刊したあの海津一郎先生 の神風と悪党の世紀通本があるんですけども、この悪党っつうのも、まあ、非国民とかと同じ、いわゆるレッテルであると。ですね、俺たち悪党であるというふうに、あの俺たち悪党で処する何ないんですよ、これ。基本的には裁判関係、あるいは追悼の命令書などで出てくるだけであって、お前ら悪党だと。お前ら悪党だというふうに、まあ、言われてるケース、あの、要例ばかりなんで。この悪党と同じような意味が倭寇にも言えるんじゃないかなというのが私の今のところの考え。倭寇ってね、室町幕府側も倭寇って呼んどんですか？いや、呼んでないです。例えば、満載受号日記にはあのこういう言葉があるんですよ。で、これが倭寇かなとは違うんですね、これは。全然違うんです。これは海賊に明の船を警護させろと。だから海賊っていうのは、実はあの、満載受号日記ではこれあのプラスの意味で使われてて、でそれに対してあのじゃあ民を襲う悪いやつら何か言ったらこう書いてあるんですよ。あの民の船に襲いかかったりする悪いやつらはこれなんですね、壱岐対馬の者とも。おそらく、これはあくまで朝鮮と民の言い方であって、これを日本的に言うと例えばこうなったりこうなったりこうなったりするんじゃないかなというふうに思っております。あくまで和光というのは中国朝鮮からの呼び名やと、ね、そうです、次もこんな和光どうですかという話です。まあこの人が和光というわけじゃないんですが、大内持ち代の後を継いだ大内のりひろさん、彼がちょっと変わったこと言うんですよ。あの対馬は、元これ朝鮮の領土であると、だから朝鮮に返しますと、あのもしよければ私も兵を出して対馬を撃ちますよと、挟み撃ちにしましょうと。でそれに対して朝鮮サイドはこういうわけで、こう思うわけです。朝鮮サイドはいやこれであの勝利が勝てば、勝利勝ちならば実は丸、勝利負ければ本当は撃ちしゃれならんと。これ我々からしたら逆ですよね。あの大内が朝鮮に対して対馬に、対馬はこれ朝鮮のものなんですよ。それを今日本の、宗氏とかあの小児氏が不法占拠しとる。これはいけませんよ、返しますよ。それに対して朝鮮王朝としては、うん、この申し出どうする、いやこれでもしあの、まあ、うちはもう兵出さないから大内氏があの兵を打ちますと言ってるのが、もう大内ます。大内が負けてくれたらええねんけども、大内が勝ったりしたらどないするというのはどういうことかと言いますと、要するにあの彼らが恐れてたのはこれなんですね。こいつら和光化するじゃんと、対馬という場所にいてくれるからうまくいってるのに、そこのところ大内が出張って商人を叩き出せばこいつらどうすんだということで、あのこの話はあの朝鮮側から断ったんですね。やめとくと。結局それはどうもあの、ポシャリオなんですが、なぜ大内はあのそんな大内のりひろさんそんなことを言うたのかというと、まあ大内この背景には大内氏の置かれた特殊な事情があって、これが1447年、で実は1413年にあの先ほどのピョンヒョンムンさんが対馬で危害約定というのを結んでるんですわ。これは何かと言いますと、
対馬を日朝関係の要にすると。今後、日本から来る使者は対馬を窓口にする。だから王子としては、あの多分典弘さんがそういったことを言い出した背景には、朝鮮王朝と対馬の間で手打ちが成立したと、そういう背景があったんじゃないかなと思うわけです。まあ、実際問題、あのこの頃の対馬って、あの朝鮮王朝サイドとしては、あの特に対馬に対して非常に、気ぃつくことって、まあ、応援の外交ともありますが、それ以前には、例えば講和、つまりうちに降伏しないか、さらには商売、してみないと、うちも商売応援するよと、君らの商売応援するよと、さらには例えば朝鮮の官職を受けてみないかと、そのことをうちに住まないかと、こういうさまざまな、和光対策がありましてですね、対馬の和光を取られた人々はこういった形で、朝鮮王朝に、組み込まれていった結果、この頃対馬はかなり経済的に朝鮮に依存するようになっている側面もあって、朝鮮王朝としてもその対馬をもう窓口にしちゃった方がいいと。そうなると大内としてはちょっと待ってくれということで、多分こういう気を読んだんじゃないかなと今のところは思っております。でこれ逆に言いますと、まあ、商人というのが常に和光化する勢力であるというふうに、まあ、考えられていたことの商座であるかなということで、ここでまたちょっと一旦切りがいいので、商人というのは本拠地はどこなんですか？朝食自体は肥前に持っとんですけども、この頃には基本的に大内に負けて、だいたい対馬におることが多いんですよ。だいたい対馬に亡命してるんです。大内にボコボコにやられて、この典弘さんなんかはもうほぼ人生のほとんど対馬で暮らしてるんです。小児氏が本土に戻ってくるのは応仁の乱で、大内氏が西軍についた結果、室町幕府は小児氏を許すんですよね。この小児、小児さんは、それをきっかけに戻ってきます。範頼の後に戻ってきます。だからこの範頼の頃、つまり、15世紀の応仁の乱の頃まではだいたい対馬にいます。王子としてはその小児を叩きたかったわけですね、どうしても。この頃の九州というのは基本的にこうなんですよ。この頃の九州の、情勢というのを大雑把に絵にしますと、中国から北九州まで大内がこう入ってきていて、で大内は室町幕府のバックアップをかなり受けている。それに対して、まあ、いわば大内というのは、大内義弘が死んだ後、弟の森見が継いで、この森見が結局、義持の頃に頼りにされて以降、急に力を伸ばしてくる。九州に急速に力を伸ばしてくるんですが、そうなるとこの大友、それから小児、この辺りはかなり圧迫を受けるわけですね。ものすごく雑迫によるとこういう感じになります。まあ、島津は影響ないんですが、大友とか菊池とかで一番悪く取るのはこいつなんですよ。まあ、最終的に大内に滅ぼされちゃいますからね、この小児は。それまでにも、まあ、小児さんはこの三つ定っていうのが森見を奇襲で殺しちゃったりとか、その煽りを食らって持ちようにこっちはこれを殺すと、今度はこっちはこれを殺すというようなことを繰り返してるんで、小児と王というのはもうこの頃には不具大天的とかしてますよね。この森見さんの場合、森春と呼んだり森見と呼んだり、分かりやすく森見と言いますが、森見さんの場合は酒飲んでる時に三つ定に奇襲を食らって死ぬという、まあ頓死ですよね。でこの三つ定の場合は幕府の正式な追悼を受けてるんで、この首は京都に送られたはずです。で、まあ、持ちようも実は大内持ち森やったかな、大内持ち森やったか持ち平やったか、持ち森か、持ち森さんとの間でバトルを経た、こちらを倒す形で持ちようはあれで、まあ、持ちようがなので義則にひっつかえたら、やっぱりこの、いとこ同士の争いを、制しているというのがありますね。この三つ定に殺された後、持ちようと持ち森で争って、最終的に義則が持ちように肩を入れた結果、持ちようが勝って三つ定を倒して、というのがあります。室町幕府の面白いところは、こういうところにもそれぞれちゃんと代弁をついてて、この菊池氏の代弁したのは畠山光家であるとか、
こうとまでるかわからないですけども、まあとりあえず、お、あの、とりあえずこのこことこう、こことこうつうのはもう常にバチ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 。次は話が後期和光の方でほぼ終わりと言ってるんですけども、まあ、あの、これはもう私もそんなに、詳しいわけじゃないんで、非常にあの当たり前のことしか言えないんですけども、こういう側面を忘れちゃいけないと。鉄砲伝来。これはあの鉄砲記というあの、話に載ってるんですね。江戸時代に書かれた鉄砲記。あの当時、モルッカの総督であったアントニオ・ガルバンという人がおって、当時のモルッカ総督ですか、ポルトガル人の。彼が書いた話はちょっとまた違うんですよ。彼はどういうふうに書いてるか言ったら、あの3人のポルトガル人があの問題を起こしてあの脱走したと、モルッカで。脱走した彼らはあのそこで中国の和光の船に乗っかったと。ジャンク船に乗ったとあります。で、あのこのジャンク船はリャンポーに向かう途中だったと。ところがその途中で台風にあって、島に漂着した。これがジパングだったと。教科書に書いてあるのは、ポルトガル人を乗せた中国人和光の船が種子島に漂着したと。で、あの当時このリャンポーを押さえていた、呉鳳という人間がいるんですよね。だからこの呉鳳先生っていうのは、儒者の呉鳳先生っていうのは、正しくはこのリャンポーの呉鳳という人間だったんですよ。で、この呉鳳という人間はあくまで呉であって、正しい名前は王直っていうね。彼は実はあの、和光の頭目で、あのリャンポー諸島のを本拠とした人間です。で、もう一つ言うと、彼はあの松浦孝信と深い関係にあって、現在でも平戸王直の屋敷が平戸にあります。なんか鉄砲伝来っていうのも実は和光的な話の中で出てきたもんだと。ただ一つ問題のこれ、あのこっち1543年で、この、アントニオ・ガルバンが書いてるのは1542年なんで、一時あの鉄砲は1542年に到来したんじゃないかとか、まあいろいろ議論あったんですね。もう一つ問題があって、このアントニオ・ガルバンの記録では別に鉄砲を渡したとは書いてない。ただあの初めてあのポルタグルのジパングについて、しかもこの人間関係が、ほぼぴったり ある上に、人間名前もアントニオ・ダ・モッタとか、あとはアントニオ・ダ・モッタと、あとそれからあのその人間名前も合致するんで、多分同じ話をしてるんだろうと。だから、まあ、鉄砲がいつなのかというこの年代論、それからこれ以前にすでにもう鉄砲は伝わったんじゃないかという議論とかいろいろあるんですけども、うん、あのいわゆるポルトガル戦ができた、いわゆるウエスタンインパクトという形で鉄砲伝来を捉えるのはあの違うんじゃないかという議論が最近ではあの言われてるんですね。なんとなく我々はこのウエスタンインパクトの一種として鉄砲を捉えがちなんですけども、このウエスタンインパクトというふうに捉えるべきじゃないんじゃないかという議論が、まあ、あるんですね。これ中高新書のはずだ。鉄砲伝来という本があるんですよ。あの中高新書にあったあった。宇多川武さんという人が書いて、宇多川武さん先生は、まあ、その鉄砲伝来に関しての、まあ、国立歴史民俗博物館教授での、宇多川武さんはウエスタンインパクトじゃないと。で、さらにこの鉄砲っていうのも、あのあの東南アジア型だ。だからもうその頃東南アジアにはかなり鉄砲が入り込んでいて、で、まあそれが和光ネットワークの中にこう乗って日本まで到達したんだという議論ね。でそれに対してあの村井翔介先生はこのウェスタンインパクト、やっぱりこれをやっぱりあの今までのやっぱりこれ西洋技術じゃないのという話があって、この辺ちょっといろいろと、その辺を含めていろいろ議論があって、私もちょっと、追い切れてない感じです。正直お手上げです。それは自由でも言いますね。中国のジャンク船で来たんや、あえて。そのジャンク船が和光の船やったわけですね、これは。そうですね。中国人和光の船で書いてあるから、商船じゃなくて、ジャンク船ってのは中国の船。まあ、あの、もう、頃の和光はほぼ商船ですけどね。
なんせ解禁政策なんで、関係に見つかったら殺されるんで、こいつらも武装してるんですわ。で、この王直は結局、民側の、お前を貿易者として認めてやるという、その、まあ、話に乗っかって、誘い出されて殺されちゃうんですけどね、彼は。で、中国は港を指定してるんですか、長崎みたいに。この港やったらええわというふうに。基本的に、国王施設でないと認めないと。だから王直みたいにどこそこのどこに港におろうが、それはダメよと。で、実際にはまあ証人とかおるんですけども、その証人というのはあくまで皇帝の許可を得て、外国からやってきた施設とのみ、うん、だから国王主とだけ攻撃をすると。まあ実際にはそこのところ、それだけじゃうまくいくわけないから、まあいろんな仕掛けあるんですけどね。例えば、日本国王氏言うても、まあ中身はほとんど商人だよねという。民側も、来えへんと困るから、民が用意したのは琉球なんですね。これ、琉球に関しても、例えば、琉球からの献上品に、アフリカとかからの献上品とかもあったりするんで、サバニで、インド洋までこう向かってたんですけども、実はそれ全然違うて、琉球はあちらこちら、東南アジアの国々からいろんなものを輸入して、それを民に2年に1回貢ぎ物を送るという、毎年あれは2年に1回、そういう中継攻撃やったんで、実は琉球を通じて民は外国のいろんなものを入れるんで、まあ解禁言うても結局そういう琉球施設、琉球国王、日本国王は10年に1回ですが、朝鮮国王やったら5年に1回ぐらい、まあそういったものを通じていろんな物資を手に入れてるんで、でそういったルートから外れるものは全てダメ。それが和光なわけです、結局。こういう国王氏以外はダメだ。で、海沿いで商売しようと思ったら、まあ、彼らとしたら、皇帝のお気に入りの商人になるか、でなければ和光になるか。で、前者は難しいですから、民皇帝の皇室お抱えの御用達の商になるのは道狭いですから、和光になるしかないと。古宗剣っていうのは、お前を、そういう皇帝系の、商売にしてやるよと。いうふうに呼びかけて王直を誘い出すんですけども、結局騙し討ちになっちゃったと。最近はポルトガル戦とジャンク戦とダブ戦を区別しろと書いて、大使の方ではね、ダブ戦、ジャンク戦って出てくるので、そんなんで来るんやと、まあ、ポルトガル戦も混じってるけど、基本的にはインド洋はダブ戦で東南アジアはジャンク戦なんや。民とそれが琉球の船は航海能力が高いです。このジャンク船も相当高いです。日本の船は基本的に川とか湖とかを、内海を通る船を外洋に転用してるんで弱いです。その頃のポルトガルの記録では、日本というのは海洋民族ではない。レキオが東アジアの海を制圧してるということで言ってます。レキオというのは琉球ですね。これもサバニーとかそんなになくて、彼らはジャンク船を支給されとったんですよ、これ。新興船と言われるやつを、これ実は民から支給されたジャンク船なんですよね。民からくれるんですか？琉球の船は民港からもらってます。話戻ります。1567年、最近の緩和、うん。これがやっぱり画期として大きいですね。今までお前ら和光だ。これを境に、君ら和光ではない、商人だ。その和光がザクッと消えるわけですわ。自由に商売できるんだったら、それでいいんですもんね。うん、彼らにしてみれば、要するに結局和光というのは禁圧するから和光になるわけであって、要するにこれ和光というのはあくまで俺たち和光じゃないわけですよね。民の、この解禁を破ってるやつらが和光であり、解禁がなくなるやつら和光がなくなるわけですから、和光は結局解禁があるから和光がある。だからこれがなくなっちゃえば和光も消えるんですよ。ただあくまで全くゼロにしたわけじゃなくて、緩和というのは結局日本に関しては行っちゃいかんよと、日本はやばいからダメよと。この1567年言ったら、そろそろ信長できて、まあ戦国時代ど真ん中ですからね、ここはダメよと。まあ逆に言ったら、なぜ和光がじゃあ和なのか言ったら、これは結局室町幕府の許さ、あるいはこの戦国だから民で都合悪くなったやつは、例えばさっきの王直の例でも分かるように、王直も結局やばくなったら平戸に行くわけですよ。だからそういうふうに実際に当時の室町時代の日本って結構いろんな人いますからね、これ。なんか大山の方の訴訟で室町幕府まで持ち込まれてるんですけども、明から渡ってきた人間が大山のなんか
あのかなり上の方まで盆山登り詰めて、でそいつがなんか商売とか、まあ、当時のお寺で商売とか、それなんかでポシャったかなんか揉めて、裁判やってますけども、そういう人っておりますから、まあそれ考えたら当時の日本っていうのは、まあ、いろんな人間がこうやってきて、こうはやっぱりやばいよということがあって、まあ、もう一つは秀吉の海賊禁止令もいいかなと。ただまあやっぱりこの1567年にこうパタッと、減るのは、あのやっぱりこの解禁の緩和のが大きいかなと思います。なんで解禁緩和したんですか？それは理由があるんですか？解禁というのは結局あの和光の原因になっている以上は、和光をなくすにはこの解禁なくしてがいいんじゃないのということでね、結局解禁というのが現実に合っていないと。逆にこれであの笑う人らもいれば泣く人もいるわけで、あの琉球はこれ以降急速に力を取られさせるよね。なるほど、貿易が自由化されたから、そう琉球を経営しなくていいと。琉球を通さなくてもいいですよ。1571年にマラッカに行ったのが琉球の最後の外国貿易であって、まさにこれは急速に落ちていくんですよ。こう琉球はあの、結局日本、結局まだ当たらない日本だから、結局琉球の生きる道は日本と明との交易、つまり日本相手、うん、それまで琉球というのはあの日本だけじゃなくて、あの東南アジア各地と明を結ぶそういう形だったのに、これ全部消えてしまって、日本と明の間を結ぶだけですね。そうなってくると日本側の窓口である島津氏の、力が強くなって、うん、影響力が強くなってくると。いわゆる島津と琉球の話もこれ大きいんですね。解禁の緩和というのは、解禁の緩和と島津の台頭というのを、まあ、これも